クレームは一切受け付けません。新しいの出さないでよ。そう練習してないから。はい、ということで始まりました。中曽根ジムの、なんだっけ？クレームは一切受け付けません。今言ったでしょ、今。そうだね。自分で。クレームは一切受け付けません。ということで、今週もこの方が来てくれてます。タイムマシン室なんて2週にわたって。もうね、ほんとに、初めて会ったのにね。全然そんな感じしない。ほんとになんか、はい。ラブ。な感じです。よろしくお願いします。何の時間ですか、今のやつは。ともりさんの先生です。よろしくお願いします。お願いします。はい。絶対言うに行けよって。うん、怖いから。怖くないでしょ。お父さんでしょ。僕の動画見てて、幽霊が怖いメカニズムを知ってます？どういうこと、メカニズムって。幽霊になった人って、結構長い間とか、ずっと誰にも認知してもらえない状態に続いていて。はいはい、わかるよ。まあ、それが、まあ、やっと、見てくれる人を見つけたときは必死になった人間がこう近づいてくるから、あ、それも見たな、はい、はいはいはい、だから幽霊は怖いと思うんですよ、うんうんうん、お父さんって分かってたら怖くないでしょ。いやでも一緒死んでるさってなるわけよ。お前死んだよしみたいな。あ、だからイーズさんの中で考え方として、亡くなったイコール終わりだと思うんですよね。うん、そうなんだ多分。じゃないんですよ、うん、人間ってその肉体を持ってる人生と肉体がない人生が絶対あるんですよ、うんうん、じゃあまだいるば音いるでしょうね。やだ。ただお父さんとかの場合になると、うん、例えば家が居心地よかったりとか絶対いつも同じところに座ってたりとかってあると思うんですよ。家リフォームしてる場合は。なるほど。全部も今改装して誰もいないもん。誰もいない、うん、そうなってくるともしかしたら玄関とかで立ってるかもしれないですよ。その立っていく姿を見たりとか。でもさ、音の気配はちょっとするわけよ、うんうん、あの声かけてるしょっちゅう。はいはいはい。したらマギク浴びるなとか言うわけ。だから怖がってないじゃないですか。違う、だから、うん、なんていうのかな、あの時は怖かった。あ、その当時はそう、もうすごい自分を教えてくるから、うんうんうん、その四十九日までもうだから1週間ぐらい、うん、亡くなってすぐのもうバン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 もう音とか足音とか、うん、もうすごいわけよ、うんうんうん、もう音、俺いるぜみんなフーフーフーみたいな、うん、なんか生きてる時からそういうのでびっくりさせるのが好きだったわけよ、はいはいはい、死んだふりして、うん、小さい時からこう、うえーとか、うん、そういうので覚えてるから怖いわけさ、こっちは、ほうほう、本当に死んだのにそれが聞こえるから。わかる？死んでないのにやられるのも怖いけど、うん、死んでるのにやられるから怖いわけよ。え、その時って何て言うんですか、その死んでるのにウェーってやられて。やられるとか、ワーとか音とかよ、もう落語とかボンボンボンとか歩くのとかやられたらマジやめて。マジやめて。これちっちゃう。怖いから。怖いから。そうしたらもう自分の写真とかガタンでしょっちゅう直してもしっちり落としてきたりとかさ。あ、もうすごくすぎて眠れなくて、それでいよいよイズが、うん、わからんくなったわけよ。うん、これ音なのか、うん、全然違う人がその音がなくなった感じで来たから、このちょっと負のあれが漂うさ、うん、それでこうみんななんか変ないろんなのが集まってきちゃったのかとか、うん、もういろんなの考えすぎてわからなくなって、うん、怖ってなって眠ってたら普通になんか音になんか見て、うん、されて叩かれて、うん、あのお前何ビビってるか、音なのにって言われたけど、あそれは音ですよ多分。そうだから、そう音なんだけど、うん、その時にあまりにも、なんだろう、なんていうのかな、すご、あ、音だって感じがめっちゃして、めっちゃ涙出てきて、うんうん、でそこから、ちょっと怖くなくなったっけよ、音に関しては。あ、なるほど、なるほど。そうそうそう。だから、うん、いや、なんかもう、お父さん、帰ってきてとか、死に大きい声で言ったり うんうん、したりとか、そういうのを読んだりとかはするようになったけど、はいはい、その後に、だから、ヤースの動画見て、うん、なんか、あ、見えないけど、身内がそこにいる感だったりとかは、あんま怖くない。怖いって思わなくていいんだと思って、うん、なんかそういう風にはしようとしてはいるんですけどね、うんうんうん、だけどさっきからさ、今気づいたけどさ、もう何分だったかも分かんないんだけど、はい、じゃあヤスおばあの話してとか言ってさ、これなんかただの雑談になってるよね今。一個もなんかヤスのなんか怖い話っていうか、なんかヤスの話してないよね、そこはね。あ、まあ、でもなんかその友達とか、うんうん、そういうのでもそうなんですけど、イーズさんの場合は、うん、さっきからこの話の流れを聞いてると、うん、やっぱりあの耳とかでこう感知する感覚はちょっと強いのかなって思う。ああ、耳と鼻なんかさ、ヤスほら多分特技じゃないけど、みんな多分ね、あの、うんうん、ヤスはなんだっけ、幽霊が見える、はい、でイズは多分
はっきり見えたのは若い時の方だっけよ、うん、そのなんで若い時はっきり見えたかって言ったら多分めちゃくちゃ落ちてたわけ、うん、落ちててもういろんなものを拾ってるのがもう自分でも分かるよった。だからもう1日に2時間とかも寝れない、うんうん、もう部屋にいっぱいいるから、え、部屋に連れ込んでしまった。連れ込んでもうそれでしがられてるのも自分で分かるわけよ。でももうなんていうの、もう精神崩壊みたいな感じしてるから、うん、もうどうしようもできないわけ。あー、なるほど。でそのたんびにおじいとおばが結構そういうのできる人だったから、うん、その山持ってお酒持って米持ってって湿地もいずなんか、ま、除霊っていうんですかね、うんうん、まあタバコの火ふーとかやって、はい、バーバーバーってやったらちょっと良くなって、はい、で眠るみたいな、うん、でもまた出かけたらまたそれをもう多分何十体とこう拾ってくるぐらいな、うんうん、そういう精神状態で、うん、でもうわ気分も悪いしだけど眠れないしってもうだからもう負のループがずっと若い時続いてて、はいはい、でそっから自分を上げないといけないやばいと思ってこのまま行くとマジでまずいとこに行くと思って、うん、でそっから這い上がろうというか頑張って、で28で娘産む時にお願いしたわけよ、うんうん、それこそヤスもあのおばあの見えない見えないの話があるじゃん、はいはいはい、おばあ小さい頃にねヤスがあの幽霊が見えるってなって、うん、でそれを見えなくしなきゃいけないからね、やっぱ人とちょっと違うから、うん、おかしいってなるから、うん、そうおばあがおばあにどうやったら見えなくなるのって言ったら、おばあがこう見えない見えないってやるんだよ、うん、そしたらそれがなんだろうスイッチみたいな感じ今はなって、うん、それが入れ切れるみたいなね、うん、今ね、うん、見える時と見えない時があるっていう話をしてたんだけど、うん、まさしく別に誰に教えられたわけでもないんだけど、それを言ってたわけよ、うん、あの娘ができた時にもし自分がこの精神状態になったらまずくなりますと、うん、だからあの見させないでください、うんうん、で私は見えないで、なんかその時に来るじゃん、なんか飽きたなって感覚がしてもなんか、うん、あの私はもう何もできないからってやってたわけよ、うんうん、今まではかわいそうってやっちゃってたわけ、うんはいはいはい、あいや話聞くようじゃないんだけど、あいやなんでねって、うんうん、でもあっちもやっぱ喋らんから、うん、なんでねってなるんだけど、ほら小さい子がそこに座ってたりとかさ、うん、女の人がもうなんかもはーってやってたら雰囲気で、これが生きてる人でもみんなやっぱ心配になるさ、あんな夜中にこんなところに女の人がこんなってしたら、あい相当ね、うん、なんか失恋かなんかあってあれなのかなとかさ、こんなので自分であまりにもはっきり見えるから話しかけちゃったりとか、はいはいはい、だから分かってなかったんだよね、もう境目が、うん、そしたら自分が精神崩壊どんどんしてきてやばいってなって、で 娘が生まれる時にもう見えない見えないってそういうお願いというか、うん、そういうふうにしたらだんだん本当に見えなくなってきて、うん、だから28までずっとツアー先、うん、マネージャーと同じ部屋でした、うん、なるほど、もう寝れんわけよ、あ怖くて怖くてっていろんなの来るし、うんうん、なんなら部屋開けたらこの前にいた人のあれが入ってくる、あー残ってるのか、そうそう念っていうのかそれがぶわって入ってくるから、うん、なんか合ってないのに、うん、合ってないさ、もちろん前に使った人の、うん、人なんて合ってないのに、これがこの思いがもううわーっていう思いがぶわーって入ってくるから、うんうん、もうそれだけで、うん、その人のあれになるっていうの、うん、考えとかね、そうそうそう、で、うん、なんか全然いず今ルンルンで明日ツアーでって来たばっかなのに、なんかめっちゃもうなんか死にたいみたいな、うん、なんかもうなんで今日楽しくないんだろうとかもうそうなるわけよ、うん、でそれでなんかすごいなんか水晶みたいなのかな、玉とかもういいよって言われたらそれをやりに行ったりとか、うん、それこそなんか花を部屋にやったらやっぱ緑とか花いいって言うじゃん、うんうん、それいいよって言って買ってきて2人でね、うん、これが良さそうだねって言って、そしたらもう何時間後かにあのご飯食べて帰ってきたら死に真っ黒くなってこんなのしたわけよ、花が、いや、これやばいだろっつってそういうのがめちゃくちゃあったから、今イーズさんはでも噛んだんですよ、うん、何かいるなとか、うん、何か感じてしまう時、うん、もしかしたらもやってるかもしれないけど、うん、イヤホン、うん、であの音楽聴くんですよ、へえ、そしたら周りのその変な雰囲気とか、うん、全部一回バッていなくなるから、あ、へえ、でその間に例えば、うん、初めて入る部屋とかだったら、うん、窓開けて、うんうん、窓の外に向かって、うん、ごめんなんかいるんだったら出てってねって言って、うん、自分明日から忙しいからお願いね出てってねって言いながら口で、うん、で、まあ、音楽を聴きながらバーッとやって、うんうん、窓閉めてって言ったら一回リセットできるんで、いい、これはやったことなかったの、うん、
何気分が変わるからみたいな感じなのかね、音楽で。じゃないですよ。あとね、伊豆さんが持ってる、うん、その耳で感じる人の話とか、僕もやっぱり好きだから聞きに行ったんですよね。うん、自分は目でしか見えないから、うん、そしたらやっぱりこうすごくその人たちに共通してるのが、うん、人の、足音で誰か分かったりする人が多いんですよ。あ、確かに。だってそこ音だなとか分かったもん。うん、なんか足音聞いただけで、うん、あれ？これ誰の足音だなって、普通は多分分からない、家族だからっていうのも分かるよで思うじゃないですか、うん、で意外と分からないもんなんですよ。ほらちょっと体重が重かったら、うん、なんかずしっていう、うん、なんか引きずるような音だったりするさ、はい、でも軽い人はなんかサッ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 ってスリッパの音みたいな、うん、あんな感じよ。いやこれを要は足音として普通にこう過ごしててテレビ見てて足音がギーってなっても、うん、それって気にしないことの方が多いんですよ。でもだって死になるんだよ。だから死になって聞こえてるだけなんですよ。でそこに何かがいるっていうのが見えてなくても、うん、その空気の流れとか、あ、そう、空気、うん、めっちゃ狂やすさ、だからそういうのも全部こう耳でこう音の何ていうんですか、反響の仕方みたいなので、うん、なんかここ人いるなとかっていう感覚があったりとか、うん、そうそうそう、それはないの？それは僕ないんですよ。だって僕は見えるから、いるから。ああ、まあそうかそうかそうか、そうそうそう、なんか分かるよ、圧みたいな感じだけど、例えば、あなたたちがね、まあ、見えてなかったとしても、うん、人がさ、例えばマスク見ててこういったらさ、うん、長いなと思ったけど、うん、そういう感じ。なんで目つぶってるんですか？そういうキスとかそういうあれ感じかなと思って。違う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 。だからキスとかじゃないよみんな。うん、だからそういうのじゃなくて、うん、なんか分かるでしょ、圧というか。うん、もう見られてるというか視線を感じたりとか。うん、そうそう、視線を感じるのを、うん、なんかあのね、風みたいな感じで感じるんですよ。うんうんうん、ふーだからふってこう、分かる？それがまた幽霊じゃない時も私あるんですよ。うんうん、ものすごい成功する人とか、うんうん、と前に会った時に、うん、もうそれをめっちゃ感じたんですよ、初めて。バーってなったってことですか？うん、もうあのいず爆風でこうなったみたいな。ちょっとやばいでしょ。嘘、それは嘘。あ、実際にこうはなってないんだよ。なってないでしょ。けど、うん、そういうぐらいの、うん、いきなり風圧っていうの、うんうんうん、うわってすごい、この人のエネルギーでオーラみたいなね。そうそうそう、うん、で初めてすぎて、うん、ちょっとびっくりして、うん、こんなのあるんだ、すごいねってみんなに言ったら、みんなはやっぱないわけよ。うん、だから、あ、こういうのも、あ、自分だけなんだとかね。そうそうそう、分かりやすく言うと、もう本当それで、うん、その風だったりとかっていうのも感じてるのは耳なんですよね。うん、そうなの？音じゃないのに？そう、音じゃないけど、このこう抜けていく感じとか、目の前に何かが物があって後ろから音が鳴ってたら、ここに当たるから反響するじゃないですか。うんうんうん、そういうのって普通にこう生活してて、音聞いてても何の違和感もない、うん、で普段あの例えば歩いてる道とかで、なんか変な、なんか違和感あるなって思うと、うんうん、なんか近くでこう事故があったりとか、うんうん、なんかこう誰かに呼び止められる前触れが分かったりとか、うんうん、イーズさんですよねって言われる前に、なんとなくあっちが変から人が来るなとかっていうのが分かったりとか、うん、そういうのってやっぱ音に敏感な、そうなんだ、耳の霊感持ってる人すごい多くて、へえ、プラスやっぱ匂いっていうのがあると、うんうん、あの誰かを識別できるから、例えば亡くなった人全般は、線香の匂い、あ、そうですね、私こっち系ですね、うん、あのそう、亡くなる系なのよね。で耳で感じた上で、うん、あ、音を鳴らしようとするなって思って、うん、音の雰囲気がしたら、なんかお父さんの匂いと同じ匂いがする。そうだから、じんたんの匂いがしちゃったばよ。割った後目なし、じんたんの、じんたん、わかる？粒の銀のね、銀の、あれ目なし食べてたから、あれの匂いがしちゃったわけよ。うん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 、だからもうすぐ、あ、お父やすさって分かったわけ。だからそれが亡くなった人全員、お父さんの匂いももちろん線香の匂いなんだけど、うんうんうん、耳でお父さんって分かってるから、じんたんの匂いなんですよ。でも線香は亡くなる前にしよったけず、うん、お父さんが、うん、それは、お父さんのところを誰かが心配して来てるパターンの方が多いです。あ、逆に、そう、お父さんが亡くなる前にお父さんを心配して亡くなった方が近くに来るってなると、うん、例えばこの人が来そうだなって頭の中にピンと浮かぶ人がその場にいた、うん、で別のタイミングでもその匂いがしたっていうのであれば同じ同一人物だったりするんですよね。むしろ、いず、うん、お父さんがもういなくなる年
の日に弟の弟がいるわけ、はい、要するにおじいだよね。おじいちゃん、おじいが挨拶つきよったっけよ。もうあれついてこねえって。うん、うん、もう家族の中で やばいから挨拶来たわけよ、うんうん、夢で夢じゃないかも、迎えに来てるやつさってビビってるわけよ。でめっちゃ涙止まらなくて、